廃棄物を減らすとともに豊かな海を守っていこうと、今日白浜町の漁港の湾内にパンダが食べ残した竹で製作されたアオリイカの産卵床が設置されました。今日白浜町のアドベンチャーワールドでは、この一週間にパンダが食べ残した竹およそ100キロを使ってアオリイカの産卵床作りが行われ、 ののスタッッフらがコンククリートブロックの穴に竹をを差ししし込み紐で固定するなどして20基完成させましたこの取り組みは黒潮の蛇行などの影響により白浜の海でアオリイカの産卵症となる海藻が減少しているとして白浜町とアドベンチャーワールドなどがこれまで廃棄されてきたパンダが食べ残した竹を産卵症として有効活用しようとおととしから行っているものです。 去年は60機の産卵床が設置され、このうち18基で産卵が確認されたということです。製作された産卵床は、早速白浜町のイコギ漁港の湾内に船から投げ入れられ、水深およそ5メートルの地点に沈められました。アオリイカの産卵のピークは今月から8月にかけてで、 町内にある京都大学瀬戸臨海実験所などが今後、モニタリングを行っていくということです。